ワット・プラパトム・チェ・ディは、タイのナコーン・パトムにある、仏教寺院、王室寺院の一つ。世界一高い仏塔、プラパトム・チェ・ディを抱えることで有名である。なお2005年には、世界遺産の登録申請を出している。寺院の中心的存在である、プラパトム・チェ・ディは、おおよそ4世紀頃おそらく門族によって建てられたと、されている。その後11世紀、この地を支配した、 クメール人によって改修が行われ、ラーマ4世の時代の改修を経て、現在の形となった。現在、国内で最も重要な寺院の一つとして、王室の保護を受けている。20世紀初期の様子。手前の小仏塔は修復される前の仏塔の、レプリカプラパトムチェーディは120.45メートルの、高さを持つ世界で最も高い仏塔である。 アショウカ王の施設が派遣された時に作られたとも言われるがこの説は疑問視されている。地元の伝承では以下のごとくこの仏塔の起源を伝えているが建設当時は大族の勢力が極めて低かったためこの大族的民話は史実とはほど遠いと考えられている。パイアーコーンという王にパーンという息子ができた際パイアーコーンはブラフ民からパーンは 自分の親を殺すと告げられ捨てたが、ヤーイホームというバーが、密かにこの捨て子を持ち去り育てた。一方で、パーンは成人すると圧生者であった、バヤーコーンを殺し、王位についた。後に殺した圧生者が、自分の父だということを知ったパーンは、ヤーイホームに責任をなすりつけて処刑したが、罪の意識に苛まれるようになった。そこで、パーンが、 仏僧に相談すると、鳩の飛ぶ高さまで届く仏塔を建てて、徳を積めと言われたため、このプラパトムチェーディを建設した。ナコオンデワンの王とナコオンパトムの王が父を殺し、母を性的に誘惑したが、罪の意識に苛まれ、仏僧に相談すると、鳩の飛ぶ高さまで届く仏塔を建てて、徳を積めと言われたため、このプラパトムチェーディを建設した。 4世紀頃のドバーラバティ以前に建てられたというのが通説であるが、いつ誰が何のために建てたのか分かっていない。ドバーラバティをそれ以前にあったと考えられている神話的国家スワンナプーム王国と同一しそれらの首都であるとした上で、王権強化や仏教保護のために建てたと考える説もある。 この仏塔に見られるような大きな経済力を有していたと考えられるナコーオンパトムは最終的にビルマ人、アノーヤター王によって壊滅させられたと考えられており11世紀頃に進出してきたクメール人によってクメール様式の仏塔に改築された写真の手前の小仏塔は着陸王朝期の改修建築前のプラパトム JD の様子を伝えるクメール様式のレプリカである 時代は下って、ラーマ二世の頃には、湯行像が住み着くようになり、その後即位前のラーマ四世により、仏塔、遺跡、考古学的文物が発見され、ラーマ四世はこの仏塔に注目した。ラーマ四世は即位後即にこの仏塔の増築を、開始したがその死から2年後の1853年に、途方もない大きさで仏塔が完成した。しかし、大雨によって、 すぐに崩壊し1860年に修復、周辺に仏教施設を建設した。1975年には9年の歳月を費やした仏塔の調査報告を受けて、そのダメージの大きさを知った政府は2500万バーツ、近くの費用と6年間の歳月を費やして修復作業を行った。ありがとうございます。